ほうほうほう、来た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 。ああ、でもそこだ。ちょっとなな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 なね、先生みたいに文字起こししないとダメなのかなとか思ったりね。まあまあね、あれもでもどのぐらいやるかね、結構ね、大変ですよね。結構やっぱりやると違いますよね、やっぱね。あった方がいいのかなっていう感じはしますね、うんうん、テレビっぽくなりますよね。そうなんですよね。だからなるべく自分もなんか、うん、インパクトのあるセリフ言葉だったり会話には入れるようにはしてるんですけど、全部はさすがに入れきれんなと、うん、まあまあまあね、聞き取りにくかったところとかね、自分もそうですね、うん、そういうところでやってます。おふう、上げてるしかないですね、同じもんでも。まあ、編集で変わったりしますもんね、印象とか。そうですよね。カメラの角度一つで変わりますもんね。まあ確かに。もう同じ感じですね。お手数をおかけします、ね。他に引く粒をします。はい。
を言わるわとこっち側が、うん、くわっと右足のが効きますか、ずんずんきますね、うんうん、そういえばなんかまた足つぼシリーズ見たいっていうのなんか、うん、あ、やりましたね。なんかどなたか言ってましたけど、なんかリアクションがいいっていうね、うん、なんか、はいはい、いいですね。言ってましたね。はいはい、素直な反応なんですけどね。やっぱ足つぼが一番出ますね。それによって、うん、そこも効く。いや。おほほほほほほ、きた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 。おほほほほほ。ズドンってきますこっちはこれですか。こっちはね、あ、だん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 来てますけど、なんかの右の方がきっか、でも、あ、でもだんだん来た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 、やっぱ右の方が、うん、あ、でもそこだ、そうだ、あー、し、あー、おー、なんか穴が来そう来そうな感じ、うん、あー、うーっと、あーでも、うん、あー効いてるなぁ、うん、悪いんだろうな、よっぽどあーあーし、あーし、あー、やっぱむくみもありますよね。うん、ありますよ。はい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 、あー、左も痛くなりました。鈍かったんですね。鈍かったんですね。ああ、両方痛くなったことでよかったですよ。もう最後の最後できた。ああ、よかった。感覚あった。左全体的にやっぱ鈍いんですかね、うん、鈍くなってますね。よろしくね、うん、滞ってたんですね。滞ってますね、うん、前回説教したのもですね、うん、超絶やっぱゴリゴリですね。噛み締めてますね。もう硬い。ああ、ああ。もうちょっと軽く腹筋しましょうか。いやでもいい、超絶だったな。ああ。ということは左はまだ鈍いからそんなってことなんですかね。うん、そうかもしれない。もっと来るってことですよね。響く。うわ。うわ。うわ。響いた。
おうおう。あ本当だ、うん、でもちょっと痛いけど、うん、あ、ね、いいけど、いい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 い首ですね。首全般的にでしたね。首と言わずですけど。まあまあまあ。いやー、いやー。でも場所が特定できてよかったです。比較的表面ではそうでもなくて、奥の方の筋肉とか、顔から来るか、顎の噛み締めとかで起こるところとかが特に硬かったですね。大丈夫ですか？エクソシストみたいになってホラー映画みたいな。なんか口から出てきそうな。うまい。緑色の液体出てきそうな。そのままなんか別の人間がこう浮き上がってくるんじゃないかみたいな。やばい。やばいやばい。まあでもだいぶいいんじゃないですか。うん。まあこんな感じですね。はい。ありがとうございます。まあまだあるとは思うんですけど、でもまあ掴みやすくはなってるので、はい、柔らかくなってますので。自分でもここをちょっとこうしたらいいんじゃないですか、慣れたりとか。はい。そうそうそう。もうちょっと自分に構ってください、人よりも先に。あまず自分ですから、自分あっての人ですから。そうですね、はい、そうですね、そうですね、はい、はい、お誘いもねちょっと断りづらいのは分かるんですけど、まあでも本当に自分の体を見ながらですよ。そうですね、またでもまた面白いことにね、時期がまた忘年会とかなんかいるって言ってる時期ですよね。怖いです。気をつけてくださいね。気をつけますよ。体調整えてくださいね。整えますよ。はい。じゃこんな感じで、はい、はい、最後肩回り叩きます。はい。肩叩きます。気持ちよしくですね。ありがとうございました。はい今日もそうだった。やっぱ出ますね、体にね、この忙しさ。出ますね。いや、でもね、すごいスッキリしてきましたね。だん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 なんかね、回ってくるのが分かります。聞きましたね。聞きましたね。まあ、本当にね、あの、足の先からやっぱ、ね、首、頭の方まで、いろいろ滞ってましたね。あ、そうですね。もうね、まあ背に腹は変えられずなので、もう自分の体一つなので、はい、ね、ここで無理して、そうですね、まあ、目とかってすごい老化も早いところなので、怖いです。もう老化っていう言葉がもう怖いです。怖いです。いや、今無理してやっちゃうと。ね、その5年後10年後どうなのっていう、やっぱりやっていきたいっていう気持ちがあるんでしたよね。やっぱりこうほどほどに休めながらとか。そうですね、今日は編集やっときます。そうですね、それがいいと思います。毎日のちょっとした積み重ねですからね。今日は編集します。はい、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。チュー。
ありがとうございます。